株式会社レンタルの日券は東京都千代田区に本社を置く土木関連製品、天気レンタル事業中心の企業である。創業地は栃木県足利市。リースレンタル、またユーザーがミニ天気に望まれるものは安全性、操作性、耐久性、経済性である。高所作業者のレンタル利用率は多機種に比べて高いという特徴がある。これはユーザーが 自社保有するよりも常に整備済みの機械を安心して利用できるからである。このようにレンタルは安全性を評価されているということ、また不特定多数の顧客が使うことから日々のメンテナンスを欠かすことなく完全整備済み貸し出しを基本としている。このことは機械の寿命を伸ばしトラブルによる突発的な費用を抑えることにつながりコスト削減の効果も大きい。 メーカーに望まれるものはシンプルな構造で強化型であること、日常のメンテナンスを行いやすいこと、安全に関わる制御部品などには使用期限が明記されていること、操作ミスによる労働災害を防止することにもつながるので、各メーカーや業界団体で統一した操作方法やアタッチメント仕様を採用することが望ましい。必ずしも多機能である必要はなく、 操作性を重視したシンプル機構が望まれる。耐久性が上がることは安全性の面からもユーザーの安心につながる。メーカーがコストダウンを行う際は耐久性と品質を落とすことないよう知恵を絞っていただくことが望まれる。レンタルはユーザーが必要な時に必要な期間だけ利用することができる。ユーザーは機械を所有するのではなく機能を利用することに対価を支払う。 ユーザーが機械を所有することは、保管場所、購入資金、税金、保険、維持費用、管理費用、また突発的な機械トラブルによる生産性の低下など、見えない費用、予測できないリスクを抱えることである。これらの費用とリスクをレンタル業者が吸収し、競争力のある価格でユーザーに提供するためには、機械本体以外に、 部品の効率の良い調達が重要な要素である。多機種、多メーカー製の機械を扱うリースレンタルでは、調達部品数も相当なものになる。エレメントフィルターや、バケットピン、油圧ホースなどの頻繁に交換するものは、各メーカー共通の部品を使用することが望まれる。ありがとうございます。